美人 &CO 株式会社は東京都港区に本社を置くクロスメディア事業を行っているベンチャー企業である。美人時計は2009年美人時計であなたは1分間の恋をするをコンセプトにして生まれた手書きのボードを持った360人の若い女性が時間を知らせるインターネットサービス。サービス立ち上げ当初インターネットやテレビで話題になり 2012年現在では、全国から累計5万人を超える多くの若い女性が出演するサービスとなった。2011年1月には、株式会社、ドワンごとの共同運営により、美人転気2012年7月には、新サービス、美人トピックをスタートするなど、全国の若い女性をコンテンツとして提供することで、ユーザーが日々利用する、ライフツールに、 エンターテイメント付加するサービスを提供している。美人時計であなたは1分間の恋をする。というキャッチフレーズの時計というありふれた機能でありながら1分ごとに写真が切り替わるという演出がされている。写真は自動的に差し替えられ1日24時間で合計1440枚の画像が表示される。画面の写真右側には誕生日。 血液型、趣味の情報が紹介され、身長、3サイズ、職業を公開しているモデルや、自身のブログへリンクを貼っているモデルもいる。美人の基準については、毎日新聞の取材に対して、カメラマンやスタッフの好みとコメントされている。美人時計の他にも時刻を手書きしたボードを男性が持つ美男時計、韓国人女性が、美人時計のホームページでは、近日、 パリ版美人時計の公開がアナウンスされている。美人時計のサイトにアクセスすることでコンテンツを見ることができるが、イグッケル用ガジェット、ダッシュボードウィジェット、iPhone アプリ等のガジェットやアプリケーション等をパソコンや iPhone、iPod タッチにインストールすることで自動リロードによる美人時計の表示をさせることもできる。携帯電話端末からも見ることができ。 待ち受け画面として使用できる機能を持ち備えている。各メディアでの話題や知名度の上昇により、サイトへのアクセス数やガジェット等の利用者数が増加するにつれて、日本マクドナルド、日本旅行、キリンビール株式会社、キス FM 神戸、渋谷パルコ及びナイロンジャパン、サイバーエージェント等の大手企業との提携や、クロスメディア広告のタイアップが増加している。一方、 同社のサービスを模造したコンテンツも出始めている。基本的には、一人のモデルが時間ボードを体の前、頭の上、身体の下顔の横に持つ4ポーズを撮影した写真が使用され、一人のモデルにつき4分で4枚の写真が表示される。モデルは、サービス開始直後は、街頭にて出演の承諾を得た一般人だけであったが、企業とのタイアップや知名度が上がるにつれて、 上原美優、マリエ、アイナイリナなど芸能人の出演も増えている。ニコニコ動画で話題になった踊り手のモデルが登場することもある。週刊プレイボーイ48号に掲載された原沙織の出演は実現していない。後日、週刊プレイボーイは美人時計側の判断で写真の配信を見合わせている旨と記事内容とは異なる可能性があることを お詫びと訂正記事として伝えている。美人時計、編集美男時計、編集美性時計、編集いずれも青にプロダクション所属の声優である。美性時計に、編集美性時計。R、編集カメラマン、編集美人時計に参加したカメラマン。ありがとうございます。